どうもみんさんリンクでございます。いつも、えー、コーンスネークホロンの動画および他の生態の動画と、えー、見てくださって本当にありがとうございます。タイトルからもわかると思うんですけれども、えー、今回はですねコーンスネークのホロンという飼育している、まあ、コーンスネークのホロンという生態が、えー、本日5月の28日をもって亡くなったので、えー、今回ちょっと 身体測定動画を終了するという意味で一つの区切りとして動画を撮影させていただいています。動画はこのまま真っ暗な画面ですので、特に何も画面変わったりしませんので、ご注意ください。えー、ちょっとですね、あまりにも突然のことで、ちょっと整理がついてないところもあるんですけど、気持ち的にちょっと落ち着いたかなと。 えーまあ、そ,のその当日に落ち着いたってのは早いんかもしれませんけどちょっと喋れるなって判断したんで今回ちょっとこういう形で撮らせていただいてます。ホームステークのホローンを飼育し始めて5年と8ヶ月経過しまして、えー、本当に突然の別れでちょっと戸惑ってるところは多いんですけれども順を追って、えー、ちょっと説明させていただけたらなと思っています。 まあ一応ちょっとここまでね、動画数多く上げてきてますけれども、まあ、そういった動画をちょっとでもね、見られたことあるという体でちょっと喋ってる部分は出てくるかと思いますので、ちょっとそこだけご了承ください。えー、ホロンが今日死んでると、えー、いうことにですね、気づいたのは、えー、私が家に帰宅した、えー、段階です。今朝ですね、あのー、まぁ、あ、グテッとしとったんですよ。で、別にそれ自体は珍しいことではなかったんで、あなんかグてッとしてんな、みたいな感じで、 で、今日帰宅して、で、今日たまたま妻のミントさんは家にちょっと私が仕事行ってる間いなかったので、えー、一緒の時間帯にこう帰ってきて、まあ、ただいまーって帰ってきて、で、まあ、いつもね、爬虫類のいる部屋の室温っていうのを帰ってきたら確認するので、えー、確認してました。で、確認してると、ゴースティングのフォローをふっと見ると、 あヘビを飼ってる方やと脱皮前やとねだいたい分かられると思うんですけどなんかちょっと鱗が浮いてる感じっていうんですかちょっとこう表面の皮がごわついてる感じっていうのかなちょっとそういう感じがあっておかしいなって思ったんですよ実は2週1週間ぐらい前に脱皮してるんですよついこの間脱皮したんであれと思ってでなもう脱皮なんかと思ってスッと近づいたらホロンのその体がですね まあ黒ずんでたんですよ。で、後々これは黒ずんでたんじゃなくて、まあ緑色に変色してたんですけれども、まあ、ちょっとその時まだ電気ついてなくて暗かったんで、黒ずんでるように見えて、えってなって、よくよく見ると、朝から動いてない、全く、1ミリも動いてないなって思って、その時点で、死んだのかって思いました、正直にね、パッと。で、結局、パって電気つけたら、えー、もう体緑色に変色してて、あ死んでるなってことは確認できました。 ちょっとねあんまりにも突然のことやってびっくりしたんですけど、ホロンの様子自体は外的様子は何もなかったです。外傷っていうんですかね、いわゆる。そういったものは何もなさそうでした。おそらく体内の影響だと思います。もう体は、ね、朝の段階では死んでたんだと思いますが、えー、その半日ですかね、家、仕事行ってる間でもう体腐敗が始まってて。 えー、よくよく見ると体パンパンに腫れてましたおそらくガスが発生してるんだったと思いますで最後死体をかたしてる時に確認すると、えー、お尻の方からもちょっとこうなんですか血っぽいものが出てて口からも、えー、血を吐いた跡がありました最後多分とても苦しんだんじゃないかなと思ってて自分で、ね、死んでも結構ドライですよみたいなことを結構生放送とかでも多分ドライだと思いますみたいなことを結構言ってたんですけど死んだなって 発見したたは結構そそうだったんですけどその死体をねこう触った時にホロンが血を吐いてるのを見て最後すごくつらかったんやろなって思ったらめちゃめちゃ泣けてしまって本当にびっくりするぐらい自分でもちょっとびっくりしましたびっくりするぐらい泣けてちょっととてもじゃないけどし,しゃったりなんかできる状態じゃねえなかって感じだったんですけどまあちょっと結構時間も経って落ち着いたので。 はいまあ幸いにもあの数時間で落ち着くことはできましたけれどもちょっとね思った以上に悲しかったですね本当にで本当に異変何も感じなかったのかなって今冷静な頭で考えると2日前かなちょっと3日前ですね3日前にちょっとおかしいなっておかしいっていうかね今までとちょっと違うって言った違うのかなっていうところがあって3日前に実は餌あげようとして してる俺。で、脱皮終わって、うんちもしてね、まあ当然何事もなく、えー、いつも通り餌をあげようと思ったわけです。で、餌解凍してたんですけど、で、餌解凍して、まあもうそろそろ終わるよって感じで、ホロンの近くでこう様子観察してたら、急にホロンが、すごい速度で移動し始めたんですわ、ケージの中を。もう、ビュわーって動いて、すごい慌てふためいて動いてる感じだったんですよね。ちょっとびっくりしたんですけど、ああ、今餌準備してるし、 そういうことかなと思ってお腹も減っているはずだったんですよめちゃめちゃやっけこうご飯準備してたんでああちょっと餌への期待感といいますかそういったもんが出てんじゃねえかなと思ってそんなに何て言うかねおかしいと思わなかったんですでいざ餌解凍できてあげようと思ったら食べなかったんですよその日ホロンを今まで飼育してきててまあ5年と8ヶ月ですか飼育してきてて食べなかったことって本当にめっちゃ数えるぐらいしかなくて多分2回か3回しかないはずなんですわ めちゃめちゃ珍しくて、えってなって、直前にだってね、めちゃめちゃ欲しいんじゃねえかなと思って、すごい動いてて、あれって思ったんですけど、今この、ホロンが亡くなったっていう現状から考えると、おそらくあの時だったんだなと思います。あの時、ホロンが急にガッと動き出したのは、何か苦しかったんじゃないかなと思って、痛かったのか、ちょっとど,ど,どういう感情かわかんないですけど、おそらく今回、死因になったあのものが影響で、 おそらく暴れてたんじゃないかなと。餌とかそういうなんじゃなくて、単純に苦しさから逃れるために暴れてたための動作だったんじゃないかなと思います。まあ、そこでね、すぐ病院に連れてって助かったかどうかってとこはちょっと正直わかんないですけど、ちょっと察知できなかったってところはあってですね、まあ、もう正直、飼い主としてはどうなんだって言われちまえばもう言い返す言葉はないんですけども、まあ今、後悔することといったらそれかなっていうところですね。本当にねちょっと 俺は専門家ではないので今の状態を見てじゃあ何が原因だったんですかって聞かれても分からないです正直もう結構体腐敗してて多分あれは分解しても分からないと思いますなのであのこっからわざわざ病院に行って分析してもらってとかそういうことは考えてませんので、えー、ちょっと。 ととしてては謎に包ままれるのかなと思ってます、まあ、外傷じゃないんでやっぱ内側からで、まあ、勝手な予想ですけれどもあのお尻の方からちょっと血みたいなのが出てたって考えると何かしら下半身の方側なのかなと思ったりはしますがちょっとまあ憶測の域を出ないかなと思いますんでちょっとそれは、まあ、あんまりあの考えないようにはしてます。 あのまあ、結局ねホロンが死んでその苦しんだよなって思った時になんかすごい悲しくなってきて泣けてそこからいろんなことを思い出してて、まあ、5年と8ヶ月ですからね思い返せば全部この子から始まってるんですよね今この動画を見てくださってる方々が私にたどり着いてるのってのは結局全てはこの子がスタートなんですよねまあ私はずっとゲームだったりとか、えー、ラジオみたいな生放送ってのはやってましたけれども動画投稿こうペットの やっってなかったわけですよねそれをあの新潟に来て1人暮らし始めたタイミングでコーンスネークのホロンを迎えてあの満を持して動画投稿っていうのを始めましたこの子が自分のペット動画の一番最初の動画ですを上げた子ですこのコーンスネークのホロンがいたから爬虫類動画っていうのを私は上げ始めてこうして多くの方と知り合うことができた本当にきっかけになる子で私が新潟で1人暮らし初めてでした社会人になって その一人暮らしっていうのに初めて挑戦するのを、まあ、ほとんど最初のような状態、まあ、全く最初からではないですけどもほとんど最初の状態で迎えて、まあ、共に、ねこのまあ、今はもう結婚して奥さんもいるわけですけどもそういった月日の流れ共に一緒に戦ってきたまあなんていうんですかね戦友みたいなそういう側面もちょっとあってそう考えるとなおのこと悲しくなってましたね。 思い出はね本当にたくさんあるんですけど今いざ亡くなって思い返して思うのは2つあってまあちょっと思い出語る動画になっちゃうかもしれけど1つ目はやっぱお迎えする時すっごい悩んでました1週間ぐらいずっと悩んでましたねまあホームページで見つけてまあこの蛇を迎えよう 思って一人暮らしせっかくしたからまあ実家暮らしの時はずっと反対されてましたんでね一人暮らしせっかくしたからちょっとヘビ飼いたいなと思ってでいろいろ調べていく中でまあコーンスネークっていうのにしようと思ったまでは良かったんですけれども、まあ、人生で初めてのヘビだったので俺にヘビを扱えるのかっていうとこですよねヘビの飼育方法を調べるとまあ今より5年も前の時と今とではまたちょっと書いてある単語とかはね皆さんのその 心構えみたいなのは違うんかもしれませんけれど、まあ、当時やっぱヘビ迎えるってなった時によく目についてたのはやっぱりまあヘビです噛みますよと噛みついていきますとで餌はネズミですとで脱皮不全とかなったら大変ですよっていう、まあ、この辺をよく見るわけですよね噛むかーと思ってまあ今までカメとかカメレオンですよ噛まれるリスクっていうのはあんまりない生態を飼ってた人間だったので 噛まれたときに、コーンスネークの大人ってどれぐらいやねんって状態やったんで、そんな奴に噛まれたときに俺はどう対処できるんだろうって。焦らないでできるかなって。ちゃんといけるかなって。餌、ネズミ。触ったことないし、ピンクマウスなんて。どんなんなんっていう。まず、画像で見ても実感ないし。これが冷凍庫にあります。解凍した後、俺触れるんかなって、このネズミを。そこも恐怖でしたし。で、脱皮不全ね。 まあ難しいこと書いてあるわけですよ。脱皮不税になったとこうやって解消してとか書いてあって、いやもう大変やんと思って。亀みたいに掘ってたら勝手に脱皮しましたみたいな、そんなんじゃないやんと思って。とにかく不安な要素が多くて、一週間ずっと悩んでました。その一週間はほとんど仕事手についてなかったと思います。今はこんなこと言って怒られるかもしれませんけど。なんで、ずっと悩んでましたね。で、万を持ちしてお迎えして、ね、配書に持った時の感動っていうのをすごく覚えていて、 蛇持っっててる俺と思ってまあ当然ねちっちゃい頃まあなかなかアウトドアな子供でございましたから野生のヘビをこうね捕まえて、まあ、引きずり回してたようなちっちゃい時代はあったと思いますけれどもその時とはけが違ってその時はもうね何も知らないし。 あのそういったものに命がこう一つ宿って,てどうのこうのみたいなそんな深いところまで考えてるほど聡明な子供ではなかったので本当にあに純粋に「ヘビだわーい」ぐらいだったもんです今回こう迎えてお迎えしてペットとして飼うってなった時にやっぱり一つの命をこう買ったなっていう認識だったのでなんかこうどう接していいのか扱っていいのかってすごく戸惑ってたのはよく覚えてます最初に冷凍ネズミが届いた時もびっくりしてましたしいざ解凍してあげてみるとあ意外といけるやんみたいなそういった感動もあったりとかしたのはよく覚えてます その最初の瞬間っていうのがやっぱり大きいですね。すごく覚えてるなと思いますし。もう一つは、昔動画にしてるんですけども、高専区の頃一回結構ごっつい脱皮不全やらかしてるんですよね。尻尾の先ってやつですよね。本当に脱皮不全になった時に良くなる場所ではあるんですけれども、まあ尻尾の先が脱皮不全してることに気づかなくて、えー、さらに次の脱皮になってしまったというやつですよね。でそこで、えー、尻尾の先の様子がおかしいっていうのを気づいて、脱皮不全を解消してやったんですけど、結局その時の えー私の,まあその気づかなかったっていうまあ最大の判断ミスですよね。それがあったおかげで、ホロンの尻尾の先っていうのはちょっと欠けてるんですよね。たびたび動画でちょっと出てきてるシーンはあるんですけれども、まあ、尻尾は実はちょっとだけ欠けてて、あのあの時動画撮ってあの、動画撮り終わった後ですね、脱皮不全になって、こうやって解消するんですよみたいな動画撮り終わった後すごい後悔してたのを覚えてます。 あんだけ調べてて脱皮不全ってのはダメだって。で、こういう風になるっていうのを聞いてたのに、俺、まじ気づいてなかったなと思って、あの時も泣いてたような気がします。失敗したなと思って。その二つですかね。まあ、そこからあとね、正直、コースティングのフォロンは本当に、 自分のトータルで見たたとにはめちゃめちちゃゃ手かかかっってなかったと思います、まあこうしようかなみたいなこの方がいいかなっていうそういう思いだったりとかアプローチっていうのは多少ダイナリショなりはありましたけれども基本的に何かで悩むってことはほとんどなかったですね特に体重安定してきてまあ、ちょっと餌のスパンをちょっとあの必ず4日に1回上げてたっていうぐらいに安定してあげてた頃からちょっとこう気ままにねさ 食べて、排泄してとか、そういうちょっと長いサイクルであげるようにしてからは、もう本当に言うことなかったです、日々において。噛んでこないですし、あの餌の時はしっかり食べるしで、水入れ交換するなって思ったら、餌じゃねえなって思ったら、わざわざ寄っても来ないし、すごくやりやすい子だったなと思ってます。まあ本当に自分の中で優等生っていうんですかね、だからもう完全に、なんでこうやって突然別れを迎える可能性があるってことを。 失念してました。全く思いもしてなかったです。本当にびっくりしました。ちょっとね、なんか思い出方って何の動画よくわかんなくなりましたけども、あの、5年8ヶ月ってね、結構長いですよね。まあ、ちょ残念ながら多分寿命ではないと思うんです。おそらく。おそらく寿命で老衰だったら血吐いて死んでないと思うんですよ。だから、 そののの面でのなんか申し訳なさととか後悔ってていうのはとてもありますただまあそれが自分に防げたことなのかどうかっていうのはまたちょっとわからないわけですよね。まあ実際調べてみたらもしかしたらどうしようもなかったものなのかもしれないですし調べてみたら実はなんかこうやればそれが防げたことやったのかもしれないですしそれはちょっとわかんないんですけどちょっとねえ5年8ヶ月っていう全然つもりもしてへんかったようなタイミングで 天井を全うさせてしまったっていうのは天井を全うしたって言い方おかしいですね地味あの。命を落とさせてしまったっていうのは、どっちらかっていうと後悔の方が大きいなと思います。なんかついこの間ね、国たあの小宮がこう死んだっていうので動画にしたんですけど、あの時はなんかこう頑張って生きてくれたなっていう気持ちが強くて、で今はたちまちあのハリネズミのつくねっていう子がうちにはいるんですけども、その子はまあがんになってからすごい。 あの闘病生活で、まあ本当に申し訳ないですけど、今にも死にそうな感じです。本当もう餌食べれなくなってきてるんですごく目に見えて、もう今日、明日にでも死ぬんじゃねえかなってハラハラしてるような状態ですけど、多分あの子が死んだ時は、俺はお,つかお疲れ様やっていう気持ちが多分勝つと思うんです、すごく。なんとなく今、自分でそんな気がしてます。でもやっぱり全然つもりしてなかった子なので、このスネークのホロンは。なんか、お疲れ様っていうよりは、こういう風にしてしまったなっていう後悔の念がとても強くて。 うまく言葉にも表せないんですけど、まあ、かといってねそんなへこんでてもしょうがない次の子たちいるじゃんって言われるのはまあそうなんですそれはそうなんですけどねなんともちょっと自分にとってもやっぱりさっき言ったみたいに新潟で1人暮らししてから本当にこのね共に戦ってきたなっていう戦友感がすごく強い生態だったのでちょっと大きいもんいなくなったなというふうにすごく実感してます。初日で ねこんなに実感すると思わなくてここからもしかしたら少し数日日が経つとより実感することになるのかもしれないですけども、まあ、ちょっとそれをしっかり受け止めてあの、まあ、次のねことは全然考えてないですそんなの分かんないんですけどとりあえずあのホロンがなくなったっていうことで、まあ、ちょっと気持ち的にねぐちゃっとなってる部分をしっかり整理しながら他の生態がそうならないように。 まあ少なくとも今ここでちょっとね後悔する気持ちが出たんだったらそうならないようにもっと日々の観察含めてやっていかんといかんなと思います。まあ、ちょっと原因がわからない以上そこからこうね次の対策他の子たちにそうならないようにっていうのはすごく難しいことなんではあるんですけれども、まあ、でも最初のねちょっとこうう「ん?」って思ったあの瞬間あれをやっぱり大事にしなきゃいけなかったのかなという後悔はありますね。 ちょっと話が二転三転して申し訳ないんですけれども、えー、ちょっと長く喋っちゃうと俺も悲しくなっちゃうので、本当にこのぐらいで、えー、切らしていただこうかなと思います。改めまして、本当にあのコーンステークホロンのですね身体測定動画、えー、この動画によってたくさんの方があの私の動画を見るようになってくださったと思ってます。えー、ホロンを見てコーンステーク買い始めましたって方もですね、本当にたくさんおられて、えー、とても感謝してます。本当にありがとうございます。 あのこれにてコーンスネークフォローの動画もうアップされることはないんですけれども皆さんがそうやって好いて下さった、えー、ことはねずっと残りますしこういうことになるなった時に過去に後悔したからこうやって動画っていう形であげようって思ってフォローの動画上げ始めたところもありますんで、まあ、こうやってなくなってからようやく動画として残そうとやってきたことの意味があるのかなというふうには思ってます。 なんでまあ見返したらね、とても悲しい気持ちにはなるかもしれませんが、また自分ももうちょっとだけ気持ちが落ち着いたら見返そうかなと思ってます。はい。ということで、えー、長く付き合っていただき、えー、5年8ヶ月、およびこの動画ももう18分くらいですか、撮ってますね。えー、見てくださって本当にありがとうございました。 あのまた他のね生態たちいますんで、私はその他の生態たちをしっかり生かすために頑張ってお世話していきたいなと思います。この動画を見てくださってた方もね、えー、他の動画見てるよって方は、えー、引き続きそちら楽しんでいただけたらなと思いますし、えー、コンスネークしか見てなかった方は、またどこかでね会う機会がありましたら、えー、動画手に取っていただけたらなと思います。はい、ということで、えー、今回は以上になります。コンスネークのホロンの飼育終了の動画でした。見ていただいてありがとうございました。 ではまた他の動画等でお会いいたしましょうお疲れ様です